話しできる？質問があるわ。ナイトメアフレームって車やバイクのように簡単に乗りこなせるものじゃないわよね。軍隊での訓練とか。趣味としてはちょっと変わっているのは自覚しているわ。だからみんなには言わないでよ。ブリタニア軍との戦闘に巻き込まれ絶体絶命の二人。男は女を守るために体を張った。彼は俺が守る。二人は炎の中を駆け抜けた。で、そういう話になってるけど、大げさね。噂話は尾ひれがつくものよ。でもさ、助けたのは事実なんだろ。カレンのようなか弱い女の子が無事に逃げ出せたのがその証拠だし。それはそうだけど、大切なクラスメートを助けてくれた。そのことにはお礼を言わなくちゃ。ありがとう、ルルーシュ。学園内、この話で持ちきりなんだぜ。カレンお嬢様、その素敵なナイト様ってね。話で喜んで。カレンを狙ってた男子も結構多いんだぜ。でも愛しのナイト様の登場でがっかりさんしょんぼりくん続出だよ。もうやめてよ。で、本当のところはどうなのよ。どうやって戦闘の中をくぐり抜けることができたわけ？なあ、教えてくれよ。よっぽど起点を聞かせたのか、火事場で思わぬ力が出たとかあるでしょ。そりゃもう報道クラブあたりが飛びつきそうな美味しいネタが。もういいじゃない。確かに私は彼に助けてもらったわ。その事実だけで十分じゃない？ありゃ、ご危険なのね。興味本位で騒がれるのは好きじゃないし、彼だって周囲からいろいろ言われても困る立場でしょ。ねえ、まあ、
だけどな、知りたいんだよな。まあルージュ、カレンの言う通りだ。噂の一人歩きは本人たちには迷惑でしかないさ。あれ、もしかして俺だけ空気読めてないやつ？へこむな。それに貴重な昼休みを奪うのだ。俺たちも腹に何か入れないと。そうじゃないのなら、あなたは疎開の外から来た日本人なのかも。